全力的にパートナーを促進する方針、国際政治と経済の調整による、ประเทศไทยและญี่ปุ่นอยู่ระหว่างการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ร่วมด้านเศรษฐกิจในการ次に地域国際情勢です。ウクライナ情勢についてタイがウクライナ決議を支持したことを高く評価いたします。プラユット首相とはいかなる地域においても主権領土の一体性の侵害や力による一方的な現状変更は認められないこと、また大量破壊兵器による威嚇や使用への反対でも一致をいたしました。さらにタイ政府によるウクライナや周辺国への人道支援を高く評価し、この分野で連携していくことで一致をいたしました。またアーセンの枠組みではアーセン対日調整国としてのタイとは自由で開かれたインド太平洋に向けても連携していくことを確認し、南シナ海問題や核ミサイル問題、拉致問題を含む北朝鮮への対応について緊密に連携していくことで一致をいたしました。またミャンマー情勢についても連携していくことで一致をいたしました。ประจำประเทศไทยขอเรียนเชิญท่านทั้งสองที่ตกลงนามครับไซโคนิไดและนายนาชิดะคาซุยะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยご来賓の皆様、本日日台の3つ岸田総理。